はい、こんにちは、ベジ太郎です。はい、今日は土曜日で仕事午前中だけだったんで、昼から草刈りに来ました。前回動画で一瞬だけアップしたんですけど、なんか草刈り機はなんか資格はいらんけど、なんかなんていうんですかね、教育技能講習とかを本来受けないけんようなレベル の道具らしいんで、ちょっと動画をアップするのをやめました。前回はこちら草刈りしたんですけど、今日はこっちの湿地帯と向こうの奥、あっちの方を草刈りしていきたいと思います。で、今日は前回できなかったんですけど、草刈り機のレビューも軽くしたいと思います。それでは草刈りしていきたいと思います。充電器をつけて動かしてみたいと思います。ほい、はい、充電器、これを2つつけるタイプですね。 18V、6A、2つ、これで 36V になります。ですね、使用時間が、高速稼働で4時間ぐらい使えるんかな。ちょっとこれで今からざーっと一気に作業していきたいと思います。よっしゃ、ホコブはしてますけど、ちょっと頭は何もしてませんのでご了承くださいね。あれどこ行ったかな。音どうなる、だろう、音が気になるでしょ。いいこと言った。じゃあこれ長押しで電源がオンになります。で、これをダブルクリックとかすれば、こうやって高速とか速度が切り替えできます。で、このスイッチを押しながらこっちを押すと動きます。で、ちょっと一回回しますね。音大きくてもこんな音しか、ね、出ないんで、周りの人がおっても全然声聞こえるし、イノシシとかスズメバチが周りから襲ってきても気づけるんで、早めに対処してやっつけて食べることができますんで、おすすめでございます。そうです、これで私はイノシシを捕めたいと思います。じゃあちょっと今から草刈りやっていきます。草刈り全体ある程度湿地帯のとこまで終わりました。これで全貌が見えましたね。まあ2割ぐらいが湿地帯なんで、まあ湿地帯中にかどまるか、ジメジメのなんか田んぼみたいな感じのとこがあるんですけど、まあまあ自分みたいな新規参入者、しかも無償でこの畑を使わせてもらってるんで、こんな贅沢を言えませんので全然大丈夫です。むしろ水草を育ててやろうかとくらい思ってますんで大丈夫ですね。え、善くん、水草育てよね。池にするのはさすがに冗談ですけど、水草ぐらいだったら本当マジ育つような水系っていうか、水が流れてきてるみたいなんで、何かしらそこで
ね、できんできんじゃなくて、なんかできることしようと思います。はい、さあ、ゼン君は今日は何をしました？なんか一生懸命草集めてくれましたね。さあ、疲れたね。ちょっと、もうちょっと石拾いして今日は終わりたいと思います。ああ、やっぱ景色がいいですな。白波が立ってますよ。ああ、疲れた。じゃあ明日から、11月の1日、自分が今の会社入って12年目に突入になります。まあ、あと3年、15年がマックスですね。15年、とりあえずそれまでに結果を残して、まあ、新規参入、野菜作りを一生懸命頑張って、まあ、スムーズじゃなくてもいいんですけど、野菜農家になれるように頑張りたいと思います。こるえ、何しよう、なんかこの中に投げよったやろ。うっ、なんかボコボコなるよ。ガスが溜まったの、この中に。ガスって？この雑草が腐敗したで、ガスがね、こんな下に溜まったんじゃないかな。あ、僕やん。あ、流れてきようね、水が。ほら、バンバン流れてきようやん。めっちゃ流れる。そりゃあね、なるわ。なるわ。これいかんね。ダバダバ出ようやん。カエルも普通におるし。いいんやんか、これ。ガンガン出ようよ。ほら。ね、ここに水溜めて、そっちに流して、なんか配管通してやったらいいかな。もう相当丸し。さあ、こっち側、こっち側の方がぬかるみがすごいんやけど、上からの流れ込みのとこがわからんのよね。どこなんやろか。ほら、こうバッタがいっぱいおる。イナゴ。はい。これはいっぱい捕まえて、いつも亀の餌にしてます。はい、じゃあこれで今日の動画撮影は終わります。ありがとうございました。バイバイぽい。これ、このまま、うん、そのままじゃあじっとして、そこ出るまで行くぜ。行くぜ。おー、落ちるよー。おー、落ちる。